仕事帰りのクワガタチェック、こんな時間ですということで、今日はフェタルリーダーと一緒です。よろしくお願いします。いやー、とうとうこの日を迎えました、今シーズン。いやー、ドキドキちょっとのっけから飛ばしすぎでしょ、リーダー。いやいやいや、すごいじゃないですか、あの中華最高が68。もう、いや、もうバケヒラでいいでしょ、あれほんまに。いや、ちょっとね、自分もね、平田2回そこそこのサイズ目撃していながら、まだ手に取ってないんですよ、今季は。でも今日はしっかりこの手に取れるなと思っております。います、うん、何がいます。あー、ドキドキということで、皆さん、ここはどこかというと、アベマキポイントです。ちょっとこのぐらい明るい時に来たのは初めてですかね。1回ぐらいありましたっけ、薄ぼんやり。あ、そうか、薄ぼんやり明るい時1回ありましたね。いやー、ちょっとさあ、カトルセンコバチル、ゴープロバチル、これはね、もしクマに襲われた時ずっと取り続けるためにそうそう、クマをついていきましょうね。うん、さあ、これじゃあ行きましょうか。行っていいですか。まずこれでしたっけ。あ、あれ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 、あ、あそこね。いや、ちょっともう、ああ、動作が鈍いと。おお、よしよし。あ、ちょっと待って、ビデオ回っとるかな。あ、回っとるな。最近ね、ほんと押し忘れがね、大丈夫かなって感じですけどね。ほら、皆さん、まずこっから見ていきますよ。ライト、ライト、うわっ、雲の巣が。うわぁ、ちょっとこれまだ乾いてますね。この裏、裏側、裏の根元の辺もここ。おお、ちょっと回ってみましょうか。回ってみる前にちょっと下から見てみて。おー、 G が触覚動かしてます。あ、いやいやいや、あれいけん。よし、んな下行ってみましょうか。おー、ちょっと、おー、いいですね、雰囲気。じわっと樹液が滲んでますよ。いませんね。いませんね。いませんね。さあ、じゃあ次は。次は、あ、今度その隣の根。あ、これこれ。よし、ちょっと。ワンカットでずっと撮り続けましょうね。あ、ここか。あー、ん、根元、ん、あ、ここ根元はなかったですか。すいません。あ、違うでしたっけ。ちょっと前進。あー、根元じゃなかった。ん、ジロジロジロ。いやー、枯葉、小枝があるだけですね。何もクワガタっけ、虫っけがないですね。シーンってしてますね。この、何、ちょっと気持ち悪いですね、この静けさ。何の声もしない。鳥の声ですらしない。これやばい、獣がおるんちゃうんですか。大丈夫でしょうか。こっちも異常ありません。はい。
もういつもはあの激アツな阿部巻ですね。あそこはじゃあ行っていただきましょうか。あ、これかな、これでしたっけ、これでしたっけ。おお、あ、やっぱこの木は存在感が、ま、違いますね。あのウロから行きます。上側、はい、他は後で何とかなるんで、ああこっち、よし、ここ見ていいですか。じゃあちょっと左側当てずにこっちが行きますね、はい、じゃあ皆さん一緒に見てみましょう。どうかな、足が。この上、下からちょっと覗いてみますよ。ちょっと待ってね。腰がね、痛て。あ、いや。いませんね。反対側。こっち。見ていいですか。背中が見えた。いい方でいいわ。ちょっとドラゴンスポーク、いた。あ、今水を切ったかな。あまり大きくないですか。おお、そんな人か。そんな高いところになりました。そこ本当難易度高いですもんね。この前ここにいましたから、ここに。え、あ、そっちに。ここにいましたからね。ああ。今多分見えますよ。見えます？背中？ここです。下に。ああ、いや。映りませんか？映んないですね。ああ、映ってないですね。わあ、いましたね、でもね。え？おお、なんだこれ？あ、ここは。おりゃかわいいコクワが。あ、こっちにもだ、コクワ。おお、あら、おいらたちじゃダメですかって、おお、感じで挨拶に来てくれました。ちょっと、はい、ここちょっと追ってね。うわー、うわぁ、本当ですね、いませんね。ここもいませんもんね。ああ、この中、ここ本当乾いてますね、木が。あんまり樹液っ気がないですね、いませんね。じゃあ次ここで、よし、向こうもありますよ。なあ、ああ、G ですね。ちょっと待ってよ、マムシ注意、大丈夫か。ほんとこの静けさ、気持ち悪いんですけど。ちょっと待ってよ。ああ、G しかいませんね。今なんか落ちた？違う？ああ、違うね。
ああ、いると思いましたけどね。ねえ、あ、ここいい樹液が出てるじゃないの。おお、た。おお。これは取れるよ。めちゃさんお願いします。おお、これはいける。これはいける。これは逃げ場がないやつ。おお、これはいけるよ、素人のおいらでも。よっしゃ。なら2秒前。ドラゴンスポーク。あれ外せない。ちょっと。よしよし。行くで。おしよしよしよし。おしよしよし。よっしゃー、やったー。ひらげったー。おお。いました。50ぐらいですか。50ありますかね、これ。あるかないぐらい、ね。ないぐらいですね。あ、ちょっと元気がないぞ。鉄塔ですね。うーん。裏見たな。ああ、ちょっとダメージ負ってますね。ですね。ああ。おお、おお、初めて手に取れた。平べった。おお。最初向こう側におったやつもこのぐらいでしたかね。うん、ですね。うん。あ、上から来ましたよ。あ、何？上から来ました。平べった。上から来ました。あ？おお。おお。こんにちは。あ、こんばんはか。さっきいませんでしたけどね。あら。ああ、やっぱね。おお。みんな、あれですよ。バケヒラハンターズが来てるぞ。行ってみようぜ。って感じじゃないでしょうか。おお。やった。ちょっと写真撮ろう。じゃあ一回ちょっとビデオ止めますね。イエーイ。よっしゃ、これと、ここ。ふぅ、同じぐらいのサイズですね。あ、同じぐらいですか。あ、ちょっとこの子も手に取ってみようかな。ねえ。おいでおいで。おりゃ。ちょっとちっちゃいですね。多分視聴者さんはいてててを期待してると思います。いやいやいや、自分も期待してます。いやいやいや、慎重にね。あ、慎重に挟まれますか。ひっくり返してね。いやいやいや、もう本当ね、痛いからね、もう。ああ、さっきのよりちょっと困って。あ、でもこれも不節がないですね。ああ、本当だ。ああですね。いい感触。この、見て、このペンダントと、ね、アミュレさんのこのペンダントと同じような、ありがとう。ここへ戻そうか。よっしゃ。はい。はい、大丈夫か。あの上は、おっと、こっちは空っぽですか。もうなんかあれですかね。あ、違うか。コクワが落ちたから蹴飛ばしたらなんか落ちてきますかね。虫もいませんね、そういえば。本当この静けさ気持ち悪いんですけど。え？ああ、危ない危ない。なんで取れたんやろう。危ない危ない。すいませんね。ダメですか。まあ、乾いてますもんね、根元は。前回、一週間ぐらい前来た時は、黄色スズメバチも、黄色スズメもおって、その周り結構飛んでましたけどね、今日いませんもんね。おらら、なしでしょうね。奴らが警戒する他の何かがおるっちゅうことでしょうか。やば、クマ、とうとう、クマに会える。ちょっと蹴飛ばしてみましょうか。あれは何ですか。
あの木の間に挟まったの。これズーム。なんでしょうね、これ。そんな大きくはないですからね。ほんとモニター上じゃよくわからんのですよね。大きいゴキブリぐらい。G ですか、これ。G っぽいですよ。バーになったら登りますよ、これ。これだったら自分も登れます。ああ、G。うん。あれも G ですね。あれは樹液でした。あれ樹液です。これでしょ、はい、うん、これはね、ちっちゃい樹液でした。あ、違うわ、動いてるわ。どこが樹液やねん。これクワガタじゃん、これ。クワガタです、これ。あ、クワガタ。うん。ほら。ヒラタじゃないですか。あ、ですね。どこが樹液やねん。どこが樹液やねん。ダメだ、もう目も悪くなってきた。もう目は悪くなるわ。手ぶれはひどいわ。もう動画いつまで撮り続けられるかな。ちょっと。本当ですね、ヒラタですね。あ、でも。いましたね。あ、よかったよかった。3匹、4匹。最初のやつ、2、3、4匹、うん、うん、あれ入れて。で、クワが2匹。うん。これでクマが出てきてくれたら、取れ高十分なんですけど。うん。いやー、面白かった。じゃあもう1本。その木はあれですね、クロリンさんが登った木ですね。どうですか。あ、なんかいます？一回じゃちょっとズームお願いできますか。おお、ちょっとあの黒光り怪しいんじゃないですか。ちょっと待ってよ、ちょっと背中を当てて、ちょっと行くで。切り替えてズーム。ああ、樹液か。樹液ですか。ああ、これ今年出てますね、あそこ。ああ、一瞬バゲラかと思うぐらいの黒光りでしたね。ちょうどいいサイズですね。ぴったりサイズ。70ミリの樹液。この隙間いないかな。あ、なんか動いてる。足が出てるような、お尻が見え隠れしてるけど、なんだべかこれ。まあ、どっちにしろちっちゃいですね。ちょっとぐるっと一周見てみましょうか。うわぁ、こんなもんか。うわぁ、あ、でもあの下っ側、どうなんでしょうね。このめくれのこの裏側。そうですよね。ここから何か姿が見えないかな。上のめくれに、例えば上のめくれにいたとしても、棒で落としても下のポケットに入って終わりそうですね。あ、ここですね。直接手に取らないと。ここは、いや、これを上がっていくとかね。どうやって上がって、この木から上がっていきましたっけ。これから行きましたね。これから行きましたよ。これからのパッケンスの、足かけて。いやー、今年もちょっとバケヒラハンターズ A チームの活躍ぶりを皆さんにお届けできるのが楽しみです。ああ、いいですね。これまた一週間後来たら、なんかいそうですね。乾いてますもん、やっぱ。相当気温低かったんで。ああ。ちょっと。それでもいましたからね。ああ。ちょっとあそこの上も。写真撮ろう。おっしゃ。
うわー、アベマキめくれうろ、何回見てもいいですね。いや、お疲れ様でした。また次回期待していきましょう。はい、またよろしくお願いします。はい、お願いします。